日米同盟というのは伊藤寛先生がいつもおっしゃっている二重封じ込めのために、この日本を抑えるために日米同盟があるわけです。もし日米同盟とか安保条約の時代が終わったらどうなるかと、私はその先に待っている未来が輝かしいと思います。よくある会話ですよ。私がいつも親米保守とする会話です。あのアメリカは日本人に対してジェノサイドをやったじゃないですかと、あ、まあそうだね、認める。あのアメリカはまたやるんじゃないか、いやそうだね、原爆投下まだ正当化しようとしてるんじゃないですかと、あ、まあそれはそう、それはそうですね、記事だって売国道じゃないですか、あの記事だ売国道と答えていただく。じゃあ独立しようと私が言ったら、お前は過激だと。それはちょっと勝利できない、この頭で。なんで私が過激、私が赤軍と言われているんですよ。中国のスパイ、プーチンのスパイとか、そうですよ。しかも親米保守に言われているんですよ。私が言っているのは常識です。本音を喋っています。この国が占領されています。日本人に対してジェノサイドをやった連中に占領されています。みんな多分分かると思います。じゃあ独立しようと、私が当然なこと言っているつもりですけれども、もし日本が独立すればどういう将来が待っているかというと、まず例えば日米合同委員会がなくなって日本が主権の国になるんです。主権の国としてグローバルサウスとの関係を築き直すことができる。日本人は白人じゃないです。名誉白人でもないです。あのワシントンは非白人を殺すことが趣味です。何回も言っているんですけれども、歴史見てください、今の地図を見てください。白人ではない人を散々殺しています。あのワシントンと、あのワシントンの連中が、ベトナムの歴史を見てください、この日本の歴史を見てください。もしグローバルサウスとの関係を築き直すことができたら、それはこの日本の戦前と戦中の大義が一致すると、こう今の日本と戦前戦中の日本の大義が一貫性を持つというか、また自然の姿に戻るかと思います。あと米政府が明らかにロシアに仕掛けている核戦争、巻き込まれないわけです。日本人の命が救われるわけです、もし独立ができたら。あと拉致被害者がワシントンにいないんですよ、北朝鮮にいます。なんで排米保守がワシントンに駆けつけてて米大統領にお願いしますって、拉致被害者がワシントンにいないんですよ、北朝鮮にいます。じゃあ誰があの金正恩に影響力を持っているかっていうと、あのプーチンじゃないですか。プーチンにお願いして、あの金正恩に話をしてくれて、あのね、交渉しよう、あの人々を解放してくれ、代わりに何が欲しいかって具体的な話ができるはず。あの米が入ってくるといろんな条件がついて、日本の利益にはならない条件がつくので、拉致被害者を救いたいと思ったら、主権国家として米を裏切ってあの人々を救済しましょう。あと名前は言わないんですけれども、原口先生いつもおっしゃっているあの薬、日本人は今モルモットです、これからもっとモルモットになるんです、あの米のサイコパスと日本国内の売国奴の臆病者の協力で、日本国民ももっと死ぬんですよ、あの薬の関係で。モルモットを脱却して脱モルモットをことができると思います。あと金融と財政の側面も独立して、日本円問題は解決できるじゃないですか、自由に。あと日本の国債とか、そのような問題がすっきりすると思います。で最後こういうことを言うと、もうがもう本当に過激だと言われるんですが、それいいですよ、覚悟しています。この日本は普通の国じゃないですよ、そうです、深刻じゃないですか、神々の国、そういうこと言ったら排米保守がもうがの笑っているんですが、それいいんですよ、これは聖地だと私は理解しております。この聖地が汚れを受けているわけです。この基地が汚れじゃないですか。本当にそうです。でそのこの間水島社長がおっしゃったかと思うんですけれども、
米軍が帰ったらお払いをした方がいいと多分おっしゃったかと、まあ、あの天皇陛下がそこに行かれて、まあ、清めるっていう役割、あの行幸啓蘭っていうのは、はい、あの特に昭和天皇が敗戦後ね各地を回ったのは人々を励ますんじゃなくて、はい、そこに足を踏むことによって、はい、全部お清めをしてる、はい、お払いをしてるっていう、はい、そういう天皇の行幸啓蘭はそういう意味を実は持ってるって本来ね、はいはい、ということですね。私もそう思いますし、はい、あの米軍基地が日本の恥ですし、それだけじゃなくて、うん、もう精神的な汚れだと汚れだと思って、うん、お払いをすればいいと思いますよ、うんうん、そうするとこの日本がまた日本になるわけじゃないですか、うん、でなんでこのような顔をしている人間がそういうことを言わなければならないかと、なんでこの国の良さに気づいていただかないかと、歯がゆいですけれども嫌なことかもしれないですけれども過激のことを喋り続きますので、はい、視聴してくださっている方々覚悟していただきたいと思います、はい、未来が輝かしいと思っています、うん。